アメリカ大統領選の民主党候補指名争いで初戦となるサウスカロライナ州で3日、予備選の投開票が行われバイデン大統領が9割を超す得票率で勝利しましたアメリカのメディアによりますとバイデン大統領の得票率は96.2%で他の候補者に大差をつけての勝利となりました今回の予備選が行われたサウスカロライナ州は バイデン大統領のの支持基盤でである黒人の有権者が多く足元を固めた形ですバイデン大統領は声明を発表し共和党の候補指名争いで優勢のトランプ前大統領との再選を見据え私が大統領選で勝ちトランプ氏を再び敗者にするだろうと強調しました。